けで、エミリン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 チャンネルさあ始まるよ。うわー、こんにちは、エミリンこと松美です。よいしょ、ごめんなさい、最初から息切れしてるんですけれども、こんにちは、エミリンこと松美です。さあ今日なんですけれども、冬服爆買いしてきました。これもまたあの企画でもなんか前髪乱れてない、これもね企画でもなんでもないやつなんですけれども、私は結構買い物行く時に秋服は秋服、冬服は冬服、夏服は夏服みたいな感じで、一シーズンにお洋服買う日って決めたらその日に全部買っちゃうっていう癖、特性、個性を持っておりまして、はい、先日その日だったので一気に買いに行くという日を作りました。こういう形にする理由としては、私結構一人で服何でもかんでも選べない人なので、お洋服が詳しいおしゃれな友達に一緒についてきてもらったりとか、フリーランスで今やらせてもらってるっていうこともあって、イベントに呼んでいただいた時とかのお衣装とかそういうのとかだと結構ねまとめて選んじゃいたいっていうのもすごいあって、はい、この形を取らせていただいております、エミリンことまさみです。さあ早速紹介していきましょう。今回も総額相当いってると思うんでお楽しみください。でもいいのがたくさん買えたので楽しんで見てもらえるんじゃないかなと思います。まず最初、ビームス。ビームスなんで2個あるんだっけ、なんかレイビームスと普通のビームスで買ったような気がします。1つ目のビームス、これめっちゃ可愛かったの、めっちゃ可愛かったワンピースです。これはなんかこう普段からおデートの時とか、ちょっといいお食事行く時とかも着れるなって思うし、それこそお衣装の時とか、ちょっとなんかお呼ばれしましたみたいな感じの時とかにも着れそうな感じの超可愛い茶色いワンピースです阪神タイガースみたいな言い方しちゃった。茶色いワンピースです。可愛い。柄もすごく綺麗なの。なんて言うんですか？このなんか、あやたかみたいな。ちゃ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 ーん。ちゃちゃん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 みたいな感じで。でもなんかその大人っぽいんだけど大人っぽすぎることもなく、着た時にすごい形も綺麗に見えたんですよ。すごい可愛くて、一目惚れして買っちゃいました。ありがとうございます。こんな感じです。はい、続きまして上のビームスからいきますか。こちらのビームスで、新宿のルミネとか考えたんだけど、新宿2店舗あるんだよね。あ、これめっちゃ可愛いよ。冬に着たいモコモコのアウターですね。これ可愛くない？もっこもこで超あったかそうな感じのアウターなんだけど、これ完全にさ、こんな感じで着てる未来が自分で簡単に見えたの。超着てそうだな自分って思った。当てた段階でなんかもう冬寒い人が言いながら、服装ですとか言ってる自分の未来が簡単に見えました。可愛い。ブルーっていうのがいいよね。なんかブルーの花がこうやってる感じのやつです。これレイビームスですね。ビームスとレイビームスの違いがあんま分かってないんですけど、最近さアウター超高くない？私のイメージなんだけど、なんか2万で買えないなって感じることが多い。3万ぐらいしちゃったりとかするよね。うわー着てるわー。寒い日はこういうのがね一番あったかくていいですね。首元までやってくれるからマフラーいらずっていうのが個人的に超ありがたい。ありがとうございます。次いきます。一旦こっちにねお洋服を貯めていって、最後にお片付けするっていう方式にさせていただきます。何の発表？これネット通販で買ったゾーンもあるんですけど、一旦この箱は後でにして、袋から片付けていきましょう。できまして、こちらローズバット。結構ローズバットで私買うことが多いんですけれども、視聴者さんもローズバットよく行きますっていう方多くて、人気のブランドなんだなって知りました。朝感想で、こちらで買ったのがねすごいね可愛い。まずトレーナー、スウェットなんて言うんですか、こういうやつ。え、可愛い。なんかちょっとダボっとした感じのやつですね。これになんかダラーンってしたスカートを合わせてて、マネキンさんがすごい可愛かったので真似して買いました。私結構マネキンさんの真似して買うっていうのあるあるなんだけど、皆さんはどうですか？形もさ裏で見た方が分かりやすいかな。ちょっとなんか個性的なダボっとした形をしていて、私のようなスタイルに自信がないというか、あんまスタイル見せたくないぜっていう方にはぴったりなんじゃないかなっていう感じのあれです。ここのピロピロも可愛いですね。こういうのが結局一番着るんですよね、世の中で。こういう着てると。ありがとうございます。2着目、これもめっちゃ可愛い。こういう感じのやつ、これに上にワンピースとか合わせたら絶対可愛いだろうなっていう感じです。お袖がねこういう感じでなんかヒラヒラーって感じになってるんで、ワンピース着るのの中に着てて可愛いなと思うやつです。ちょっとプリプリってしてて女の子みたいな感じで可愛いし、こういうのってすごいなんかお衣装とかにも実は使いやすかったりとかするのでいいなと思いました。可愛い。袖のピロピロちゃんが可愛いよね。ありがとうございます。で、あとは、あ、これもいいですよね。こういうのを中に着て重ね着するの大好きなんで、スウェットの中にこれ着るとか、そういうのができる系の、こういうの一着持っとくと便利ですよね、女子みたいな感じのやつを一着と、これもあのスウェットの中とかに着て重ね着したらいいですよねみたいなやつの、こういうなんか首元ピラピラピラーってなってるやつ、こういうのもなんかね助かりますよね。ヒートテック代わりみたいな感じにもなるし、重ね着とかするときにちょっとピロピロピロって見せたいですよね系の3ですね。ここはちょっとなんかラメみたいな感じが入ってて、トゥル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 ってなってるので、首元とかだけちょっとだけこうやって見えてたら可愛いよねみたいな時に中に着させていただくやつです。このローズバットは中に着たらこれ可愛いだろうなみたいなやつが結構あったのでいっぱい買っちゃいました。ありがとうございます。いつもお世話になっております。エミリンこともつみです。あ、待って、ビームス1個忘れてた。ビームスのアクセサリーも買っちゃいました。え、可愛い。シンプルだけど可愛いよねみたいな感じ、ちょっと存在感あるよねみたいな感じのネックレスです。可愛いです。結構ねビームスはねそんなにお値段も高すぎないよねみたいなラインナップを売ってくれてるので、30代 OL からするとありがたいなと思います。私 OL じゃないけど、そのなんて言ったら
感じがします。続きまして、視点。視点大好きです。私視点超好き、めちゃくちゃ普段から利用させていただくんですけれども、しかも視点さ、お洋服さ、こういう感じでさ入れてくれるのもありがたい。なんか雨とか降ってもできるっていう。これがね、マネキン買いしちゃったんですけれども、こういう感じのグレーのシンプルなスウェットワンピースみたいな感じのやつに、オレンジのカバンポシェット、ちょっとあの付けれるやつみたいなのをマネキンさんがかけてて、なんかすごい可愛いなと思って。え、これ超可愛くない？このなんかポワポワのハロウィンみたいな感じのカラーで、ちょっと派手ですねっていう感じのやつなんですけれども、これがすごい可愛くて、なんかちょっとパッと出かける時とかさ、こういうのにさ、スマホとさ最低限のお財布とかだけ入れて、こうやって街を出かけたいんです私は、フラッと。でこのなんかグレーだけだと結構なんか私とかが着ると地味になっちゃうんだけど、オレンジさんが入ることによって、なんかあ、グレーでもいい感じになるかもっていう感じの着こなしをマネキンさんがしてたので、これはマネキンさんの真似をします。はい、困った時はマネキンさんの真似をする。これがエミリーチャンネルの流儀です。自分にコーディネート能力がないだけです、すいませんでした。でもう一個、最近さこのカバン持ってる方多いなと思うんですけれども、視点のやつのピロピロバージョン、冬バージョンなのかな、めっちゃ可愛い。なんか雪みたいな白のピロピロがついてるトートバッグです。私トートバッグと巾着が好きすぎてめちゃくちゃ収集しちゃうっていう癖があるんですけれども、これ可愛いです。めっちゃ、え、可愛い。この白のピロピロ感というか、可愛いよね。はぁ、可愛いってなります。何なんだろうこの素材感。さっきのオレンジのやつと同じ素材なんだけど、冬っぽい、なんかゴージャスじゃない、なんかって感じがして、すごく可愛いです。はい、さっきの子も可愛いです。可愛い。あ、もうこれでいいね。これでもうすぐスマホぶら下げて出かけたいわ。これもやっぱ素材感可愛い。なんかハロウィンのお化けみたい。ここにさ目とさ口さ書いてほしい、編集者さん。そしたらなんかハロウィンのさモンスターみたいで可愛いよね。はい、ありがとうございます。ここからちょっと怖いんですけれども、メリージェニーさんに行かせていただきまして、もうあのまた可愛いの見つけちゃったんです。メリージェニーさん結構なんかさ女の子みたいなプリプリみたいな感じのお洋服が多いから、私はあんま似合わないなって思うものが多いんだけど、見てみたらもうめっちゃくちゃ可愛いトートバッグがあって買っちゃいました。さっきトートバッグ買ったのにまたトートバッグ、あなたどんだけトートバッグを買うのって思いになられるかもしれないんですけれども、これはマジで可愛すぎる。はい、こちらです。ちゃんトートバッグ、これ可愛すぎませんか？声質変わっちゃう。これ可愛すぎませんか？ありがとうございますって感じのキティちゃんトートバッグでございます。これ持ってサンリオピューロランド行きたいよねっていう感じのトートバッグとなっております。もう超いいじゃん、もうキティちゃんって感じで、テーマパーク好きからしたらもうこういうのを求めてたんですみたいな感じのキティちゃんトートバッグです。もうやりきってくれてるのがいいよね。真っ赤な布にキティちゃん6匹もキティちゃんをこんな可愛い立体的なやつ見れることあんまないから、すごい嬉しいよね。でこれね、ちゃんとそのハローキティの50周年のやつのコラボみたいなんで、結構今しか買えないんじゃないかなって個人的に思ってます。ちょっと値段してるけど、こんだけさちゃんとさ可愛くしたらどうなるよねっていう感じで、もうこれ超テンション上がって買っちゃいました。ありがとうございます。どういたしまして。で続きまして、メリージェニーさんでもう一個買ったんですけれども、もう一個買ったやつがこちらですね。はい、トートバッグです。怖いよね。でももう可愛すぎて買っちゃった。これもなんかすごい可愛いトートバッグばっかり売られてるから、もうどういうつもりなんだろうとか思って、もう逆ギレみたいな感じになっちゃったんですけれども、これも超可愛い。原宿にあるマリオンクレープとのコラボだったんですけれども、クレープ屋さんのカバンです。かわいい、めっちゃかわいい。このなんか上手じゃない、このガチャガチャしてるのになんかガチャガチャしすぎてないみたいな感じもかわいいし、このトートバッグの紐のところがここリボンになってるんですよね。これリボンになってるとかもすごくかわいいですし、意外とこう遠目でパッと見た時になんかそのクレープもしすぎてないっていう、ただかわいいトートバッグっていうね。今日私がさガチャガチャしてるから、ガチャガチャとガチャガチャでちょっとあれなんだけど、かわいいです。とてもありがとうございます。すいません、なんか自分のあの花が今内壁で撮ってるんですけど、自分のピンクのお花で目がチカチカしすぎて一回普通の白の T シャツに着替えました。ベサミストリートに行かせてもらいます。改めて紹介します、このマリオンクレープね、かわいいですね。もうテンション上がるわ。お出かけしたくなるね。横から見た時もなんかわークレープだなって、クレープ楽しんでるなっていう感じがとてもいいですね。ありがとうございます。はい、続きましてリリーブラウンさんです。わーい、リリーブラウンさんもねすごいいいお買い物ができたんですけれども、私最近ネックレスにハマってるんですよ。でリリーブラウンさんはヴィンテージ商品を扱ってらっしゃっておらっしゃってですね、なんかちょっといいネックレスを買いたくてヴィンテージのネックレス買っちゃいました。じゃじゃん、こちらです。ジバンシー、高級感があっていいですよねっていう感じのあれとなっております。こんな感じですね。見せ方絶対に間違ってる。やっぱ30代なんですけど、私あんまりそのアクセサリーをたくさん所有してるわけではないので、ちょっとたまにいいのを買うっていう習慣をつけようかなって思いました。自分の中でかわいい。なんか憧れるよね、こういうシンプルなさ首飾りをささらっとつけれる人になりたいなと思って買いました。だからちょっとさ華奢になりたい、華奢な人の方がこれきっと似合うと思うもん。はい、たまにこういうのを奮発して買うっていうことによって、自分のなんかモチベを上げたりとか日々を楽しんだりとかしようと思います。ありがとうございます。エミリンゴとマツエミです。ありがとうございます。あとこれはね、前回あの買ってみ
みて、これよかったらまた言うわって言ってたやつなんですけれども、これがめっちゃいいのでぜひ皆様におすすめしたいんですけれども、この女子あるあるで、女の子だったらね経験したことある方が多いから分かってくれると思うんですけれども、ブラトップ透けちゃう問題ありません？ブラジャーとかブラトップとかが透けちゃうんだけれども、でももちろんおちちちゃんは守りたいからどうしようっていう時とかにこれすごい使えるなと思うのが、これなんかその見た目だけ見るとなんかちょっと不格好に見えるというか、なんかどういうことってなると思うんですけども、これがめっちゃいい。こういう素材だから全然透けないし、ブラジャーの形とかも見えにくいし、でもしっかりとこう保護してくれるっていうやつをこうリリーブラウン塗ってるんですけど、これをめちゃくちゃおすすめしたい。すっごい便利。この夏ねすごい助けられて、もう着倒したので2着目です。はい、もう本当にもう労働基準法どうなってるのってぐらい、このブラジャーちゃん、ブラなのかな、この方ね補正下着なんだろう、この方にはこの夏働いていただきました。なのでまあそろそろ2台目が必要かなってことで買わせていただきました。これちょっと高いんだけど、その価値があるねぐらい私はすごいお気に入りでした。スケスケだからさ、厚さとかもないので楽でした。楽だし透けないし、服に干渉してこないっていうので、服が綺麗に着れるって意味でも、すごい助かった一品でした、この夏。ありがとうございますっていう感じで、もうなんか便利グッズとして紹介したい感じ。おしゃれとかじゃなくて、ほんと便利グッズ。東急ハンズとかに置いてほしいって感じ。そういうなんか、DIY みたいな感じで、自分の体も DIY したい時とかも、この方がいらっしゃると、全然違うなっていう。すごいこの熱量で話してることを分かってもらえると思うんだけど、本当にすごい良かった。で、私、本当に何何件でもないから安心してっていうことも伝えておきたい。続きましてこちら。メゾンスペシャルさん。明るめの色のあるお洋服を着たいなっていう時に結構買わせていただくことが多いです。一つ目がこちらです。これはなんかピンクにいっぱいリボンついてるニットです。はい。これ可愛い。色もすごい可愛いし、結構パキッとしたピンクなので、結構あるんですよね。お衣装とかで、なんか私、初期にピンクのイメージでやってたこともあって、ピンクのお衣装でお願いしてもいいですかみたいな感じで聞かれることとかもあるので、そういう時に冬のお衣装にもすごいいいかなと思って、合わせていただきました。しかもこのなんかいっぱいリボンが乱雑についてるのも可愛いです。ありがとうございます。私、30歳になってもピンクを着て元気に過ごすっていうのを今の目標にしてるので、しっかりピンクを着て元気に過ごそうと思います。で、これ、パーソナルカラー的にも合ってるはず。急にパーソナルカラーの話して恐縮ですけど。パーソナルカラー的にも合ってるはずです。はい、ありがとうございます。はい、続きまして。あ、この色もね、そう、一時期ハマってきていた、超派手水色。派手水色スウェットです。結構デカめ、ほら、ダボっと着てる感じで。もう、このまま、この黒パンツで、今すぐ着たいよね、っていう感じの、もう、即戦力スウェットです。この色さ、一時期すごいハマって持ってたんだけど、結構着倒しちゃって、生地がゆれゆれになったりとかしてて、でもあんまりこの色のやつないから、大事に着てたんですけれども、見つけました。ちょうどいいスウェットの感じで見つけたので着ようと思います。やっぱさ、自分でも思うけどさ、こういう明るい色を着ると動画の画面が明るくなるじゃないですか。そうすることによってちょっとでもみんな明るい気持ちになってもらえたらなって思うの。誰私何様って感じだけど、だからできるだけお洋服は明るい色を着ようって思った。はい、エミリンことまとめです。あと着やすそうな可愛いパンツがあったので2本買いました。パンツって2本っていう2つっていう、1個目は花柄のテロテロパンツです。これ家着とかでも動画着、なんだろう、動画用家着とかにもいいなと思いました。私は動画用家着っていう変な言い方してるんですけれど、家着だけど派手にして動画を明るく撮りたいなっていう気持ちの時があるのが YouTube あるあるなんですよ。そういう時にね、こういう感じのちょっと派手なパンツとかを履いて自分の気分も上げつつ動画を明るくするっていうのが今の私のモットーなので。あともう一個はね、黒のシンプルなやつなんですけれども、これもおしゃれな家着として活用できそうだなと思いました。しかもこれよく見ると花柄ですごい可愛いの。これちっちゃい花柄みたいな感じで可愛いです。さっきの白のやつも多分作り的になんかデザインが一緒なのかな、素材とかは一緒なのかなと思うんですけども、すごいねこのお花のね柄がね可愛いです。はい、ありがとうございます。明るく生きていきたいです。心も色も明るく生きていきたい。みりんごどうもつみです。選挙みたいになっちゃった。はい、次行きます。これ紹介したいな、みんな大好きジェラピケ、イエーイ。ジェラピケがね可愛いんですよ。ジェラピケってさ、いろんなコラボするからさ、もう可愛くて追うのが大変だよねって感じなんですけれども、紹介します。まず一つ目はワンコちゃんコラボみたいなしてて特買いしちゃいました。多分これメンズなんかな。こちらフレンチブルドッグかボストンテリアのテロテロ素材の秋パジャマ。私ジェラピケはモコモコ素材のやつが人気だと思うんですけれども、このテロテロ素材が一番好きなの。ジェラピケの買ってみてほしい。なんかチルチルのなんかテロテロ素材ですごい着てて落ち着くのですごい好きです。ボストンテリアかブルドッグのパジャマ、上に下が可愛いワンコ大集合みたいな感じのズボンがついてます。これでもうワンコたちに囲まれて寝れる夜みたいなのを過ごせるので、早急に買わせていただきました。最近さ、私モコモコのパジャマ着て寝れないんだよね。なんか暑くて暑いってなって脱いじゃう、すぐにパジャマを。ですなんでこんな息切れしてるんだろう。もう私体力ない、最近なんかダメだなと思う。自分で自分に対して、自分の体力がないことに対して納得がいってない。もっと元気いっぱいで日々の活動とか頑張りたいのに。はい、2着目のジェラピケ
ちゃんはこれも多分メンズなんですけれども可愛くて買っちゃいました。可愛い恐竜さんパジャマです。可愛い恐竜さんが一人で歩いてて仲間とはぐれちゃってお母さんみたいな感じでなんか一人で佇んでるみたいな感じの絵だと思うんですけど、おそらくなんかもう可哀想じゃんこのはぐれ恐竜ちゃんと思ってもううちで保護しようと思って買いました。絶対これお母さんとはぐれたよね。お母さんどこみたいな顔してるもん。可哀想無理泣いちゃう。はい、うちで引き取って大事に育てます。これにシンプルなグレーズボンパジャマって感じ。こういうのが結局一番楽なの。可愛いジェラピケのさプリプリのパジャマとか買ってみたことあるけどやっぱりなんか結局テロテロの素材のやつばっかり選んじゃってきてるから、あもうテロテロの素材だけ買おうと思って。どうしました。ミッフィーちゃんコラボしてたんですよジェラピケ。とりあえずねこのミッフィーちゃんの超可愛い靴下買いました。可愛すぎる。はいありがとうございますって感じで。可愛いですねジェラピケコラボです。あとミッフィーちゃんコラボのめっちゃ可愛いポーチも買いました。ありがとうございます。これめちゃくちゃいいなと思って、結構あの海外行く時とか旅行行く時とかに領収書とかさ必要なやつとか整理したいなって時結構あるんで、そういうシーンにこれ分けて領収書とか保存できるので YouTuber ですごい便利な感じの作りだなと思って買いました。しかも可愛い、結構しっかりしてる。はいこれはもうすぐに持っていきます。ありがとうございます。楽しいね、買ったもののさ商品紹介するの楽しいわ。なんかワクワクする。行きましてこちらフリーズストアですか。ここも結構よく行くんですけれども、ここも視聴者さんの方あ私もよく行きますって言ってくださる方が多かったお店で嬉しい。ここのメンズのスウェットを購入したんですけれども、まず一つ目こちらの超可愛いスウェットです。可愛いスターウォーズコラボかな。スターウォーズコラボです。超可愛いスウェットです。こういうスウェット大好き。ありがとうございます。可愛いです。私スターウォーズ見たことないからさ、スターウォーズについて語れないのがすごい恐縮なんですけれども、可愛いです。すごくいいよね、これからの時期にいいよね。色もなんか秋冬って感じしない？秋冬に着たい色だよね。夏じゃないよね、なんか秋冬って感じの色がしてすごい可愛いです。ありがとうございます。スウェットはもう私肩幅広いし二の腕も分厚いので結構メンズでちょうどいいです。私は続きまして、可愛いこれなんかワンコスウェットも買いました。ワンコが今からスケボー行ってくるわみたいな感じで結構ちょけてるワンコですね。イケイケワンコ、陽キャワンコです。陽キャワンコちゃんが可愛いので買いました。メンズなので結構ダボっとしてるからありがたいです。はい、ダボっとしてるものが結局一番楽なんで、まあそれが甘えですし良くないんでしょうけど、私はこういうダボっとした服ばっかり買っちゃいますね。ペペロです。かわいい。もう自立してる、完全にこのワンコは自立してるので、本来であれば私が保護しなくてもすごい楽しそうだなと思ったんですけれども、まあちょっとかわいいなと思って買っちゃいました。ありがとうございます。といたしまして、次行きます。あ違う、もう一個あるわ。これめっちゃいいと思ったの、これめっちゃいいと思ったの、これ、あこんなこれに入ってるんだ。このなんか巾着だなと思うんですけれども、これがね超履きやすかった。こちらででん、なんかこのスリッパスリッパ型の、え、スリッパって思うんだけど、結構しっかり靴なの。よくないだから、結構歩けるスリッパみたいな感じで、すっごい履き心地よくて、ここだけ見たら完全になんかもうルームスリッパみたいになってるよね。でもこっちだと結構靴みたいな感じで、歩きやすいスリッパみたいな感じで、結構私これ履いた瞬間にもう、え、何これ、買うって思ったんですが、これちょっと出かける時とか、モコモコ素材なので、靴下履かずに履けるのもすごいいいなと思って、即購入品です。でもさ、これが付いてること知らなくて、これが付いてるってことは、機内スリッパとかの豪華版として使えるのかな？旅行の時とかさ、足疲れた時とかさ、とりあえずこれ持っとくのいいよね。結構歩きやすいし、汎用性が高いなと思いました。で、これ、旅行の時、足が疲れた時用靴として持っときます。スリッパとしても使えるし、靴としても使えるよね、みたいな感じで。一石二鳥だね、みたいな感じにします。ありがとうございます。どういたしまして。続きまして、こちら。ファーファー。ファーファーさんもね、可愛いお洋服がたくさん出てたんですけれども、私はちょっと最近ふくよかなので、ちょっとサイズ的に着れないものが多かったんですが、そんな中でもすごく可愛いのを見つけたので、一つ紹介させてください。え、可愛い。まずこれがね、超可愛いの。カーディガン。たくさん、ニットにたくさん、なんか、お絵かきしましたみたいな感じの、可愛いカーディガンですね。カーディガンって便利だよね。今日どうだろう、暑いかな、寒いかな、どっちかなっていう時にとりあえず持ってっといて、羽織るもよし、座掛けに使うもよし、着ずに持っとくもよし、みたいなさ、自由度が高いアイテムだから、個人的にはすごいありがたいなと思います。可愛い、このカーディガン。カーディガンで合ってるのかな、発音。カーディガン？カーディガン？わかんないけど。黒のカーディガンだけど、この辺にいっぱい書いてくれてることによって、あ、楽しそうってなるからいいよね。このカーディガン着てる人、楽しそうじゃない？やんちゃカーディガンです。可愛いスカートもあったの。これさ、スカート超可愛いの、見てこんな感じでさ、超可愛いスカートなんだけど、スカートもこの柄見るだけでも、あ可愛いってピロ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 ってなる感じとかもすごい可愛くて、お気に入りのスカート、 T シャツに合わせるだけでもすごい可愛い、絶対に欲しいと思ったんだけどさ、私結構お腹パンパンだからさ、これ入るかなと思ったんですが、これすごいのが、まさかのこのおしゃれな感じのワンピースで全面ゴムなの。全面ゴムなので絶対入るっていう。スカートの素材がさ、高級感ある感じで全面ゴムを感じさせない、ふくよか女子、お腹周りにお肉がついてる系女子でもこういう可愛らしいお洋服は着たいっていう全女子の願いを叶えてくれる夢のような魔法のもうドラえもんの道具みたいな感じのスカートとなっております。しかも可愛い、なんか言うねって感じです。ちょっとお値段はしたんですけれども、全然その価値に見合うだけのときめきとこれを着たいという気持ちが湧きましたので、迷わず即決させていただきました。エミリンことまさみです。ありがとうございます。続きまして、フレア ID です。はい、皆さん大好きスナイデルとかフレア ID とか多分好きって方多いと思うんですけれども、若草色のカーディガン買っちゃいました。カーディガンばっか買う
じゃんと思わないでください。カーディガン好きなんで、爽やかないこの色、これなんか綺麗な色を着れる素敵な女性になりたいんですよ私は。でしかも結構このなんかモコモコしてて冬素材って感じなので、あったかく着れるかなと思って、なんか夏物のワンピース、秋まだギリ着れるかなっていう時にこれ羽織ったりとかして長く商品を着たいと思っております。エミリン後藤まつみです。袋で直接店舗で買ってきたのが以上で、あとはオンラインで買ったものになります。はい、すいません、また支店が出てきて恐縮なんですけれども、支店で買い物行った後にいい靴見つけて買っちゃいました。これめっちゃいい、私が一番好きなタイプの靴です。カポッと履ける型靴ダサくて申し訳ないですけど、紹介の仕方がこういう感じで、カポッと履いたらとりあえずそれっぽくなるよねっていう靴大好きなの私。しかもこういうのってさ、夏はさサンダルとか結構あるけどさ、冬はあんまりないのよ。っていう中でいい感じのお靴っぽく見えるんだけど、カポッてサンダルみたいに履けちゃうっていう、つっかけみたいに履けちゃうっていうシステムがすごくありがたい。こっちのベージュと、私大体もうこれっていうものを見つけてしまうと色違いっていうのを定期的にしてしまう傾向にあるんですけれどもね。やっちゃいました、色違い。黒もいっちゃいました、すいません、黒もいってしまいました。ベージュか黒どっちにしようと悩んで、どっちも使えそうだなと思った、結構両方いくっていうのがエミリンチャンネルです。本当に履きやすかった、すごい良かったので、ぜひ皆さんも楽な靴が欲しいぜっていう時にぜひ。ブーツが苦手なの、一回一回脱ぐ時によいしょよいしょ頑張らないと履けないみたいな、この動きをしたくないんだよね。こうやって座ってよいしょよいしょみたいな動きをしたくないから、つっかけタイプのお靴が本当に大好きです。はい、続きまして、ちょっとこれね袋を開けちゃったんですが、キャンディーストリッパーっていうところのお洋服と、リトルサニーバイトっていうところのお洋服が入ってます。まずもうこれめっちゃ可愛いの、リトルサニーバイトで購入しました。私リトルサニーバイト着てる率すごい実は高いんですけど、ちょいお高めブランドではあるんですが、キティさんとコラボなさってまして、超可愛いの、キティちゃんじゃんとか思って、もう大好きと思って、変なテンション感、はしゃいで買っちゃいました。これはもう許してほしい、はしゃいでキティちゃんのスウェットを買ったことを許してほしい。お色もすっごく可愛い、先ほども言ったように私は30代も明るい気持ちで明るい服を着て生きていきたいので、堂々とピンクのキティちゃん着させていただきます。エミリン後藤まつみです、ありがとうございます。あとですね、先日同じリトルサニーバイトで可愛いアウターを見つけて買っちゃったんですけれども、あれかね、黒の花柄みたいな感じの可愛いアウターを見つけて買ってしまったんですけれども、これがすごい可愛くてお気に入りだなっていうので色違いしました。ありがとうございます。まんまと色違いしました、可愛い、やっぱリトルサニーバイトさん可愛いんですよ。あとディズニーの T シャツ買いました、それ超可愛い、私が幼少期の頃大好きで見ていたバンビです。可愛いバンビの T シャツ、これもねちょっとなんかデカめのサイズ感です、ごい可愛くて、可愛いの即戦力ですぐ買っちゃいました。結構ねリトルサニーバイトさん、ディズニーとかサンリオとか私の好きなキャラクターとコラボしてくださることが多いので、その度にすごく嬉しい気持ちで購入させていただいております、ありがとうございます。あと先ほどスウェットお見せしたんですけど、スウェット以外にも可愛いキティちゃんコラボしてらっしゃって、でこれも可愛くない、一瞬で普通になんかピンクの花柄のダボっとしたやつと見せかけて、まあこれだけでもなんかいいなって思うんですけれども、キティちゃんです。もうプリプリしてる私今、プリプリしすぎかな、まあいっか、いいよね動画だからプリプリするわってことで許してもらえる、はい、キティちゃんです、ありがとうございます。私は誰に何と言われようともキティちゃんを着ます、ありがとうございます。キャラクターのお洋服ってどうしてこんなに可愛いんですか、急に静かなトーンで、どうしてこんなに可愛いのでしょうね、私には分かりかねます。はい、続きましてキャンディーストリッパーです。キャンディーストリッパーもすごく可愛いお洋服がたくさんありまして、一つ目が今の時期、これからの時期即戦力ですねって感じなんですけれども、あ可愛い、にゃんこですにゃんこですって何、にゃんこの服です、可愛いです、とっても色合いも可愛いし、この袖がね出てるみたいな感じでつながってるんですけども、この感じもすごい可愛くてラフに着れていいなっていう感じの長袖が一つ。続きまして、これもなんかダボっとこの冬に着れそうな素材感の、冬ってか秋かな、うさぎです、シンプルうさぎパーカー、これもラフに着れそうですねっていう感じの。キャンディーストリッパーさんは結構なんかラフに着れそうですねみたいな感じの洋服が多いのでラフに着させてもらいます。続きまして、これもね、ピンクのスウェット何着買うって感じですけども、はい。お目目、キュルキュル、猫スウェットです。あまりにもお目目がキュルキュルではありませんか、この方。ムチムチで可愛い。はい、こちらも、即戦力でございます。もう即戦力ばっかり言ってませんけども、即戦力でございますね。で、最後、私がとっても好きなブランド、クラネさんです。クラネさんは、価格で言うとお高めなんだけど、私が本来こんな女子になりたい、こんなお洋服を着こなしたいって思うような服をたくさん売ってくれてるし、意外とサイズも入るものが多い。ふくよか女子からするとすごいありがたいブランドとなっております。まず一つ目、可愛いニットです。ちょっと奮発して買っちゃいました。これ結構高かった記憶、3万3000ぐらいしてる、そう結構高かったんですけど、なんかすごい可愛くて欲しくなっちゃいました。良さげニットです。編み方なのかな、お花みたいな感じが出ててすごいなんか可愛いんです。でなんかちょっとこれはね、おデートとかわかんないけど、ちょっといいところのイルミネーション見に行く時とかに行きたいなと思って買いました。結構袖も長めで、なんか燃え袖みたいな感じにできそうだし、結構デカめなんだよねサイズ。ニット着てさ、ピチピチになるの一番避けたいからさ、恥ずかしいからさ、これなんかダボっと着れるニットを可愛い形で出してくださるっていうのが、クラネさん本当にありがたい、ありがとうございます。ちょっといい感じになって嬉しいです。はい、すいません、T シャツの下から着るもんじゃないと思うんですけど、
え、かわいい。勝手に萌え袖になるような仕組みになってらっしゃいます。さすがです。ありがとうございます。クラネ先生お上手です。何様って感じですけど、やっぱクラネ先生は勝手にダボっとなって萌え袖になってかわいいよね。みたいな演出をされるのがすごくお上手です。なんか女性らしい感じがすごいなんか素敵だなって思います。急に語彙力なくなった。で、最後、クラネさんでもアウター買っちゃいました。アウターどんだけ今年買うんって感じなんですけれども、なんか楽しくなっちゃって。冬ってさ、結構外とかで撮影してるとさ、去年とかも思ったんだけど、やっぱコートが同じだとずっと同じ服みたいな感じになっちゃうなってことを勝手に懸念してて、なんかいろんなアウターを今年は着ようと思いました。はい、革アウターです。かわいい女の子みたいな感じのアウターなのでいいですね。え、かわいくない？これこそなんかイルミネーション、あのニットの上にこのコートを着て今年はイルミネーションを見に行きたいです。はい、以上です。ありがとうございました。チュチュチャンネル登録よろしくね。かわいい、裏もかわいい、なんか